ただいまー遅くなってごめん <laughs> ってまた寝てるなー <laughs> とりあえず寝顔を見てから夕飯の準備でもすっかなー よく寝てる口ポッカーンってなってるし <laughs> 今日も疲れたよなよしよしよく頑張った偉い偉いよ <laughs> しちょっと着替えて夕飯の準備 ごめん。起こしちゃった。<laughs> ごめんごめん。寝てていいよ。ゆっくり寝てて。<laughs> いいから。今日は俺が夕飯作るから。できたら起こすって。<laughs> ほーら、寝てなさい。<laughs> よしよし。よーしよし。<laughs> いつの間にか寝ちゃってた。 いいんじゃない仕事帰ってきて疲れてるんだから、眠くなるでしょ。<laughs> いいのいいの気にしないで。ゆっくりしてな。ああ <laughs>、またデモが始まった。わかった。お前が言いたいこと俺が言うから、聞いて。<laughs> 私って、なんでいつもこんなに眠くなっちゃうのかな 私ってすぐ疲れちゃって怠け者なのかなこんな私のこと好きじゃなくなっちゃうよねはい。どうこんな感じでしょ <laughs> 俺お前が言いたいことなんとなくわかってんだから。いいまずは、 お前の不安は全部外れ。眠いのは、しょうがないよ。怠け者でもない。ねえ、俺はお前のこと、ずっと好きでいる。だから大丈夫。お前さ、前に自分が、いろんな刺激に弱いとか、 いろんなことに敏感だとか言ってたでしょ。そういう人って、人一倍疲れやすいらしいんだよね <laughs>。えっとね。そういう人を、ハイスペックなスマホに例えてたのをネットで見たんだけど、そんなスマホって、電池の減りが早いじゃん。 お前それと同じね。電池の減りが早いから、たくさん寝て充電しなきゃいけないんだよ。<laughs> でもデモが止まんないな。まさか寝てて悪いなとか、ごめんねとか思ってんじゃないそんなこと思ってたら、怒るよ。とにかく眠くなったら、 いっぱい寝て充電しなきゃ。壊れちゃってから治すの大変だから。たまには素直に俺の言うこと聞いて。いいあのさ、お前がね、今日みたいに仕事から帰ってきて疲れて寝ちゃってさ、 ご飯も食べないで朝になることがあるって言って、前にすごい痩せちゃったことがあったでしょ。俺さ、それ聞いて、お前を一人にさせとくわけにはいかないって思ったんだよね。ねえ、一緒に住まないって聞いたの。まあ、もちろん、 お前のこと好きだから一緒にいたいってのもあったけど、お前のこと支えて助けたくてさ。それで一緒に住む前に、敏感な人の特徴とか、繊細な人との接し方とかさ、実は結構勉強したの。ああ、気を使ったとかじゃなくて、本気でお前のことを支えたくて、 助けたくて。寄り添いたいってか、まあ、とにかく一緒にいたいって思ったから、もっと知っておきたいって思っただけ。そこは変な捉え方しないで、ね。いい <laughs> 嬉しいそれならよかった。ほっとした。 まあ、さ。俺の前では、半分くらいの力で過ごしたらいいから。だなって力抜いてね。<laughs> よし。じゃあ、ご飯の準備してくる。お腹空いたでしょんあのねって何 さっきかな <laughs> 焼き鳥の匂いがするって <laughs>。あー、ばれたか。さすがにお前には隠せなかったな。帰るよって LINE しても返信がなかったから、寝てるかもなって思ってさ <laughs>。実は、駅前のスーパーで焼き鳥買ってきてたの。 <laughs> いい匂いには勝てなかった <laughs>。<laughs> よし。ちょっと待っててね。